北国新聞ニュースをお伝えします。新型コロナのワクチン接種を加速するため、金沢市は来月中旬にも集団接種の会場を3カ所追加することにしました。集団接種会場の追加は、金沢市の山野市長が今日開かれた市議会の5月臨時会で、自民の駒井大輔議員の質問に対して明らかにしました。来月中旬にも追加されるのは、市役所の第二本庁舎、近江町交流プラザ、石川県予防医学協会の3カ所です。これで市が運営する集団接種会場は、金沢広域急病センターの1カ所から4カ所に増えます。これによって金沢市はワクチン接種を加速させ、接種を希望する65歳以上の高齢者が7月末までに確実に接種を終えられるようにします。増設の接種会場には金沢市医師会などから医師や看護師などを派遣してもらい、1日あたりの接種人数などは今後調整されます。県内で最も大きな新型コロナのクラスターが発生した日本航空高校石川で、生徒や学生など全員を対象に今日から2回目の PCR 検査が始まりました。航空石川関連ではこれまでに107人の陽性が確認され、高校の生徒と併設する日本航空大学校の学生に対する PCR 検査は1回目が終わっています。しかし PCR 検査は体調などによって1回目が陰性であっても、再び検査すると陽性と判明する場合があります。このため感染拡大を防ごうと、今日から生徒や学生など全員を対象にした2回目の検査が始まり、来週にも3回目の実施が予定されています。このうち今日の検査では、ビニール製の防護服やマスク、フェイスシールドをつけた教職員が、検査会場のグラウンドで男子寮生と寮の担当職員など562人から検体を採取しました。航空石川によりますと、調査に入った厚生労働省のクラスター対策班は、学校側の対応に現時点で問題はないと見ているということです。念には念を入れてということですね。そうですよね。まあ、今日は県内の陽性者25人ということで、そのうち航空石川関係では10人となりましたけれども、はい、まあ、爆発的な拡大ではないんですけれども、まあ、気を抜けない状態ですよね。はい、まあ、航空石川では PCR 検査今後も重ねるそうですけれども、まあ、地元の皆さんにはですね、能登は優しやという気持ちで見守ってやってほしいですよね。本当にそう思います。ではニュース解説です。金沢市の兼六園周辺に集まる文化施設がタッグを組み、最高峰の展覧会を企画したり、展示会環境の充実を目指す5カ年計画が動き出します。コロナが収束した後を見据えて、世界に誇れる芸術文化ゾーンとして認知度を高めるためにも、野口さん、互いの強みを生かして斬新な企画を打ち出したいですね。そうですね。まあ、去年4月にですね、文化観光推進法という、法律ができたんですけれども、これは美術館や博物館のほか、劇場とか音楽ホール、そして神社やお寺といったところもこの文化観光の拠点と位置づけていますね。はい、施設を管理する自治体などが、そのエリアの環境を充実する計画を作って、それが文部科学省に認定されると、例えばその施設内の Wi-Fi を整備することですとか、展示物についての解説をこう多言語にすること、あるいは巡りやすいようにバリアフリー化を進めることなどにかかる費用のこの3分の2が補助されるということなんですね。大きいですよね。今回は兼六園周辺の文化施設の計画もその認定対象になったということですね。そうですね。兼六園周辺にはですね、まさにこう文化の森にふさわしく、国立工芸館や県立美術館、金沢21世紀美術館をはじめとして、国際的にも大変クオリティの高い施設が集積していますよね。はい、これらを管理する石川県、工芸館、
金沢市が実行委員会を立ち上げて、まあ、事業を展開するということで、まあ、計画期間は、今年度2021年度から25年度の5年間で、まあ、中核となる5つの施設の来館者数を25年度までにですね、まあ、19年度ちょっとコロナが拡大する前ですけど、はい、まあ、その年に比べて2割増しの348万人とする、まあ、そんな目標を打ち出しているんですね、うん、まあ、具体的には、まあ、あの今流行りの仮想現実などをふんだんに用いた、まあ、展示や解説を充実させていくそうですね。まあ、エリアを見渡せば兼六園はもちろん金沢城公園もありますから、こうした史跡も生かしたいですね。そうですね、去年は金沢城の鼠田門も完成して、加賀百万石回遊ルートが開通しました、はい、まあ、周辺には伝統工芸から現代アート、まあ、能楽、さらに鈴木大拙館のようにこの詩作とかですね、瞑想をテーマにした、まあ、本当に多彩な文化施設があります。まあ、こうした回遊性の良さとこの施設の多様性を生かす上でも、まあ、エリア全体をこの大きなその一つのこう展示スペースと位置づけて、まあ、屋外を積極的に活用した歩きを促す企画もあっていいんじゃないかと思いますね。なるほど。コロナで多くの施設が十分な展示環境が提供できない状態なんですけど、こういった時こそ足元を見つめ直したいですね。そうですね、現在は文化施設もですね、半ばこう巣ごもりの苦しい状況なんですけれども、まあ、2年後の秋にはですね、国民文化祭が県内で開かれますね。まあ、この中では国立工芸館と県立美術館で皇室ゆかりの三の丸肖像館にある名品が展示される予定になっていますから、まあ、この兼六園周辺がにぎわいの核になるというのは間違いないですね、はい、まあ、節目の大型行事を契機にして、まあ、ハードソフト両面からこの展示環境を充実させて、兼六園周辺を、まあ、日本を代表する文化ゾーンとしてこの世界規模でですね、こうアピールしていきたいですよね。そうですね。さて、小学生が亡くなった事故を踏まえて、金沢市田上地区の保護者が明日から下校時間に合わせて子どもたちの見守り活動を始めます。金沢市田上本町4丁目では、先月下旬に田上小学校3年の男の子が車にはねられ死亡する事故が起きました。この地域には見守りボランティアなどがおよそ30人いますが、高齢化や仕事の都合などから登校時の活動が基本でした。このため事故現場周辺の3地区の保護者が見守りボランティアと同じように明日から横断歩道などに立ち、子どもたちが安全に渡れるよう誘導することになりました。明日からの活動を前に昨日、小学校の周辺で講習会が開かれ、保護者が子どもを誘導する際の動きなどを確認しました。講師を務めた金沢中警察署の平野陽一交通一課長は、交差点では車に意識が行くと思うが、子どもが急に飛び出すことがあるので視野を広げておくことが大切になるとアドバイスしました。田上校歌町会連合会の上田幸男会長は、二度と登下校時に悲惨な事故が発生しないよう、学校や地域、保護者が連携を取って活動していきたいと話していました。ICT、情報通信技術に理解を深める授業が、明日から加賀市金城中学校で始まります。加賀市教育委員会は、科学、技術、工学、数学の理数系の教育に芸術を加えて、総合的に現実社会の問題に取り組むSTEAM教育を市内にある中学校6校すべてで推進しています。その一つとして、金城中学校は職業教育と ICT 情報通信技術の学習を組み合わせます。初回の明日の授業には、よろずや観光のよろずや博之社長、丸八製茶場の丸谷正親社長、山谷漆工房の主、山谷直俊さんなど8人を招き、2年生129人がグループに分かれて仕事のやりがいをインタビューします。
その動画はタブレットパソコンを使って編集し、グループごとに3分から5分程度にまとめ、7月中に発表する計画です。この授業を通して生徒たちは、職業観を養いながら、情報通信技術に理解を深め、表現力や課題の解決を目指す力も磨きます。編集作業は、プログラミング教育の拠点施設、コンピュータクラブハウス加賀の運営スタッフが指導します。ただ機械を使えるだけじゃダメなんですよね。そうですね、ICT を活用する、先進地を目指している、加賀市なんですけれども、地元の産業の特徴をですね、ICT を使って学べば、一石二鳥ということところでしょうかね。先端機器そのものの導入と合わせて、それを使いこなす幅広い担い手を育成するという面で、教育の場というのは非常に重要になりますね。そうですね。新型コロナの経済対策として志賀町は商工会と連携し、7月にプレミアム付きの商品券と食事券を発行する方針を固めました。去年に続くこの取り組みでは、およそ3億5000万円分の販売総額が見込まれ、商品券と食事券の同時発行で幅広い業種への消費を呼び起こすのが狙いです。どちらも1冊5000円で販売され、プレミアム率が 50% の商品券は7500円分、 80% の食事券は9000円分利用できて、1人2冊まで購入できます。取扱店は志賀町商工会で募集します。購入できるのは7月1日の時点で、住民基本台帳に登録されている町民で、すべての世帯に引き換え券が郵送されます。利用の開始時期は、商品券が購入当日から、食事券は感染状況がある程度落ち着くことを見据えて9月上旬になる見通しです。志賀町は関連する事業費を6月補正予算案に盛り込みます。語呂合わせでゴミゼロの日の昨日、内灘海岸では社会人のラグビーチームが清掃に汗を流しました。このラグビーチームは金沢市の金沢ブルーベイズで、神奈川県鎌倉市の清掃ボランティア団体の呼びかけでオンラインイベントに加わる形で清掃に取り組みました。金沢市ラグビー協会理事の平内織江さんが清掃活動の様子を写真共有アプリに投稿したことをきっかけに、チームとして昨日のイベントに参加しました。イベントには全国から30を超える団体が参加し、ビデオ会議システムを使ってお互いの活動を報告し合いました。このうち内灘海岸では、金沢ブルーベイズのおよそ20人が空き缶やペットボトルのほか、バーベキューや花火のゴミなどを拾い集めました。金沢ブルーベイズは今後も月1回の清掃活動を続ける予定で、平内さんは清掃終了後にラグビー教室を企画し、スポーツ振興にも努めたいと話していました。絵画を趣味にする金沢市内の男性が、自宅の車庫をギャラリーにしておよそ100点の作品を並べ、道行く人たちの関心を集めています。金沢市宝西2丁目に住む武藤隆義さん70歳は、15年ほど前から数学の勉強や写経とともに独学で絵画を始めました。ギャラリーに使っている車庫は車が1台入る広さで、高さはおよそ2メートルあります。車庫は昼夜問わず開けたままで、中の壁は3面とも作品で埋め尽くされています。展示されているのは、昆虫図鑑の蝶36種類を精緻に描いた絵や、葛飾北斎の富嶽三十六景や中国の黄河などをモチーフにした作品をはじめ、経典の書写やオイラーの公式の導き方をまとめた紙などです。作品の数は常時およそ100点あり、希望者に無料でプレゼントし、話題になっています。武藤さんは、自分だけが楽しんでも意味がない、人の喜ぶ顔が見たいと話しているということです。